うつりーのの解像度調整 C のよし。というわけで今回は久しぶりクイズ、クイズだね、俺らの時はクイズ俺らといえば久しぶりってもう全てが久しぶりだね。やっぱね、タイムリーのチームラグちゃんやらんといかんやろ。タイムリーなの？だって間でさくらももこ死んじゃって以来視聴率すごいんだって。みんな遊ぼうよ。そうなんだ、死んだ方がすごい。切ねえな。マルコブームが来てる。切ねえな。あ、全然知らないけど、あの4コマどうなったの？朝日新聞の。ズバリ知らないでしょう。クイズ終わった。マルコのクイズやっていって送るよ。えらい100円入れさせようとするな、このマルちゃん。あ、意外と見たことないわ、こんな絵。いや、ネオジオ筐体入ってるの見たことない。うん、ないよ。だから俺びっくりしたもん。しかも、あの、家庭用のは誰も買ってなかったからさ、うん、100万ぐらいするよ。要するに、誰も持ってないっていう、あの、買ってなさすぎて、レアリティが出ちゃった。絶対数が、ね。絶対数が少なくて、あの、コンプリートの最大の難所みたいな。うん、はい、はい。いやいやな。今後苦しめられるなら、もう100万払って楽になりたいっていう人が転校投資。そうそう、苦しい、夜な夜なうなされるんだったらもうみんな遊ぼうよ。他の人が80万とかで買った解読ですねとか言うんやな、最後のピースが。いや、あ、任天堂商法やわ。もうゲートワンタやだね。マルコのクイズやっていって送るよ。ぬるい光線が当たるよな。プサディ。お、プサディ、正解。あ、フリープレイか。よし。あれ？マルコのハマジ、ハマジ。ズバリ入力が効いてないでしょう。おかしいぞ。不穏、不穏。不穏。ザ不穏。配線が。アプリ。配線がプレゼントトラブル。アプリがトラブル。アプリが終わっちゃうね。あ、問題です。1822年。普通のクイズだね。普通だ。マルコクイズじゃねえ。マルコクイズじゃねえじゃねえ。何々条約を結んだ相手はな、国はどこ？アタック25と一緒やん。アタック25特有のクイズあったっけ？よし。今何気にジャンルに恐竜ってあったのすごくね。もう恐竜得意よ、嘘。嘘。トリケラトプス。あ、キャラクターに能力あるんだ。ズバリ嘘でしょ。どうする、何やった花巻くんは若干90円でいいとか選べる。どのキャラがいい、このコンビ。これあれパートナーが選べる。サポートストライカーが選べる。あーあー時間か。事故ちょっと待って、長澤くんの目線が。あ、これあまさかKOF システム、まさか金。あ、まさかの。さすがネオジオ。あいつをクイズ番組に出るっていいなんだ。3人1組で。なんかこの司会者も、あの、天界地武道会のあの、実況の人と同じ感じな、エターナルっぽいオーラが出てるね。もう始まった。問題です。まずはボタンの確認だね。A と B が対応してるから。後ろにいるのが本当 KOF っぽくて面白いやね。助けに来るの。うん。チャンネル。さすが最初ぬるいね。クイズをクイズを俺らクイズしたスタジがあるから。育成ものクイズをクリアしただけある。その100倍負けてきた気がする。負けか、負け。何このジャンル力。超洞察力とかも。どれがいい、どれがいい。星の数が簡単なやつ。まずは簡単なやつで。わあ、むず。記憶力じゃないか、実質。多いのはどれ。どれ。あ、これから出るんだ。早い。イエイイエイ。早い。早いな。クイズ王。まるちゃんクイズ王。怪しい。あ、よかった。
おお、6問連続止まらない。イエイイエイしなくていいだよ。他の長作でもイエイイエイ言うのかな。ブツブツ言うだけじゃない。こんな簡単なのじゃつまらないな。あー皮肉だ。もうチャンスゲーム。こんな簡単なのじゃつまらないな。メダルボーナスゲームスロットが、まさかのギャンブル要素が。おお、ネオジオのタイミングと。おお、ネオジオが効いた。おお、これこのパシロック苦手なの。あ、なあ、うわ。ギリギリ。ある種正解。花ブー。結構意外といそうな。うん。きれい、おせつ倒す。よけねえよ。おお、おせ。あ、右。おお、おせ。好きやな、それ。狙ったかのようにそれ取る。あ、なんかいそう、いそうだな。おるや、おるやろ、これ。おるやろ、これ。敵の後ろおるやろ。なんか、怖いわ、もう。俺じゃ喋れんねん。キラキラしてる。心開いたね。これ、プロ音声だとすごいポイント高いよ。気持ち悪い。謎のアニメーション。ぬるいわ、これ。ネオジオシーで出てないのかな。ネオジオシーで喋りそうだよね。うん、読み込みと長いやろうな。私はラーメンが作れちゃうよ。問題です。はいはい。ああ、プレックにしたら初めて聞いた響き。クイズじゃないよ。あ、もう変わった。マメンチサウルス。初耳。やっぱりだってこれ。お、お、ヒロヤンに振ろうかな。うん、ヒロヤン、長沢。文学、か、かじ。はい。ひらそう。はい。わけないね。問題です。いやどうせんかな。分かった、ね、どうせ僕ジンバ一体。あ、早くも。ちょっと他のやつも選ぶか、うん、順番にやるか。あ、見れるのがいいね。これ姉さんから。私はタイムスローがいいよ。あらら。夏の虫。嬉しいね。あ、お母さんの声。問題です。あ、マルコ。あらら。どこだよね、このまあ、嬉しいね。そうなんだ。問題です。スティーブ・オーシーが飲むとしか思えない。あ、なんだったかしら。こいつどうしよう。嬉しいね。おお、焼肉定食。これアニメーションのパターンが全員一緒だ。どうする。なんか動かなきゃって。あの、フラフラ腕振り始めた。あ、顔だけじゃねえんか言うて。ポリゴンでもないのにそういうこと。あ、これだんだん選べなくなってくるんだ。結局全部。まあでも、もうね。ひねった問題もあるから、慌てて答えると間違えちゃうよ。ああ。引っ掛けが。じゃない方とか最後言ってくるのかな。ヒントは3つ。あら、何だったかしら。バットマンだな。まあ、嬉しいね。バットマンだな。ついに振りがあるっつってんの選び2番で食いつきやがった。2番でいきなり決めに行く、うん、青大将、若大将、まあ、嬉しいね。青汁、若汁全部汁、汁でやってくるのよ。何だったかしら。友達じゃねえよ、これ。あ、友達そうだ。まあ、嬉しいね。何せ、心の入ってバッカモン。松坂さんと。なにこれ。お、うさぎ言っちゃダメだ。うさぐぜぇ。どこね。何気に超むずそう。おー、すげぇ、うめ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 ぇ、おぉ、あ、やった。これはなんか重要な、これ真のエンディング行くのにいるんじゃねえの。だったらもう無理じゃねえか。
イエーイ。スロット失敗したの。顔合わせ。おう。ハマジ。ブタロウ、何してるんだブー。何だか形を動かしたいんだね。うん。上がってきたよ。アニメ若干下がったよ、ブーのせいで。ゴリのせいで。ハマジ、これハマジ。でも問題です、お母さんが出てきます。お母さん強い。あれ、サンタ怖いよ。何だったかしら、うん、何これ。あ、スマホサイズいいじゃない。何だったっけ。すげえ。問題です。そうなの。あれら、何だったかしら。その番号ってことか、知らんわ。三択の回答使った。問題です。何？何だったかしら。ここじゃねえ。嬉しいね。嬉しいね。問題です。そんなに知らないやろ。あれら、何だった。嬉しいね。何バートかな。金バートかな。あれら、何だったかしら。なんだ、キムキム。ライフライン。嬉しいね。当たった。そうなんだ。3択強えな、楽だな。葉っぱは絶対ねえと思ったわ。あ、そう。なんかキジム、なんかそういう妖精、コロポックルとかキジムナとか、なんか妖精系だから多分こっちじゃねえかなと思う。うん、人間型あんまりねえような気がする、ババアとか。ああ、ってことね。ナイス洞察力。似たような文字もあるかな、分析してみて。お。3。隠れている文字は？あらら、何だったかしら。え？マジむずいな、これ。あらら、何だったかしら。あ、押した。ああ。むずいね。むずい。こまちゃん。ファンタシースターが始まった。ちょっと決めちゃった。え、綺麗だな。バンクじゃね。あ、違う、バフ。バフ、なんでバフなんか、ババアにバフなんか選ばせんの。バフーニじゃない。カカシでしょ。カカうん、なんかせよ。さの席にもなんか他になかった。うん。上見てたら前にま、あんま危ないな。なんか上。いやもう、いや下見て行く方がいいしかないよ。ボーナスゲーム。ボーナスゲーム。お。貯めた目にメダルを。お。それがいい。全部か。中さん。ハマゾ。ハマジ。どっちやん。友達おじいちゃん。そう、押すの自分で。何やなってないやん。友蔵は6時の方向です。あっさり回収されたやん。取られたやん、俺のコイン。ゲームオーバー。まさかメガネ2人を並べてくると思いもせんかったな。すごい回、どこかにいるよってひどい回避だな。バッテン掲げてる。問題です。お母さん可愛い。難しそうだ。ありがとう。あ、チート。リベンジ。あ、そうなんだ。なんで二人とも知ってるの。歌いよ。歌うよそれ。あ、いや知らんな。なんだ、エッグテイク。卵テイクだって。問題です。ためにならないな。正直知らない。問題です。ハトとタカハ。はい。A。 ああ、ちょっと待って。キューティしか俺も置いてないから A でいいんじゃない。 A かなって思う。あれ押した、うん、わ間に合う。結構厳しいな。押したよ。時間がちょい短いね。ちょいあれより早い。うん、そうだよね。鬼っ早じゃないけど。ヒロシ竹の力で。あ、もう
ただこう。ちびまる子選ばんのかい。選ばへんのかい。しまったよ、上から押してさ。しかもまあまあむずいやん。そうね、難しいね、豪華バトルちょっと分からない。問題です。あー、もう終わった。ひろし、だるいだるい。そら問題です。姉ちゃんの好きは何だ。他に二択かなんとかって書いて。いや、おドヤ顔、ドヤ顔って俺も言ってこの顔である。そしてこの顔である。メダルがもらえんの忍耐ってなんやろ。ものすごい連射させるとか。一瞬だけ動物の影が出る。瞬きしちゃダメなんだ。面白い。うさぎお前としか言わねえ。え、これかピューンって横行くんや。黒いとこ通るの。黒い、うん、パンダ。え、どういうこと。実は横切ってたら笑う。どうかな、今だったら。見えた。全然見なかった。一瞬見えた。一瞬見えた。これ拾える任せも見えない。あはははは。この絵が邪魔すぎる。えらい長いしな、この時間。何、A。すげえ、俺見えない見えない。あ、俺もう老眼これちょっともう全然見えないんだけど。マジなんでスカイプ越しのそっちのクズ画像の方がよく見えない。おかしいね。いや、単純にこの絵は面白くて。ああ、DD。 イエイエイ。よーく見て。頭おかしくなる。そらそうね。またこれ、またこれ。ブラウン管やったら分かるんやろうな。ああ、 C かな。 C だろうな。一瞬小さかったから。よーく見て。大きさで判断しても良さそう。うん、めっちゃ類似のあれ。あ、ん？ C、C、C だね。すごいなぁ、あんたらすごいよ。まあ、うん、俺ちょっとクイズ、あのクイズ、クイズでもねえような自信が失いつつ。まあまあ、よかった。3人の力だ。神経衰弱ってこと？ああ、違うか。どういうこと？合計がどこから足しても15になるようにみたいなやつをやらせるってことじゃない？意味が意味わからん。あ、2枚足して、だから C と D をせえんじゃない？ 11 すれんや。うん。ああ。B と T やね。B、B、D。ああ、難しいな、これ。4と1か。うん。お、もう飲み込んだ。あ、そっちでもいいんだ。あれ、適当に押してもいけるんやろな。パタン。あー、これ木を押したら死ぬやつやろ。そうやな。変なとこ押すといきなり詰む。うん、ちょっと落ち着いていこうみたいな。おー、いいよ。ん？ AD 5、6。押した。おお、マイン。ああ、やった。お、やった。お、もらった。ノルマ達成。友蔵。また友蔵かける。全部。友蔵に全部。最悪。アニメーションしたくでしょうか。うん。カメラ目線やしな、ずーっと。素人特有に、うん、結構ステージ長いね。半分。あー、南の島まで。またこれコインの数でなんか決まるやろ、ステージ。いや、でも途中でなくなるしな、ほぼほぼ。うんだよな。うん、なんだっけ、鹿島だっけ。鹿島かな。え、ベルジー。あれ、嘘、別そんなベタなある。いや、鹿島じゃね。ジーコじゃねえの。ね、俺もジーコだった。信じない、誰も。あ、なになに、
これヒロヤンのあれ。あー、アニメ漫画いっときね。はーい。お気に入りです。ちょっと待ちたまえ。リスラーは、マジむずいな。キャンディーはなー、マルコちゃん読んでるんですね、わからんやろ。うん。困ったでしょ、なんかむずすぎこれ。困ったでしょ、困ったでしょ。あ、押したよ、押した、B を、やっぱ早いな。うん、ちょっと早いな、やっぱ。なんだろ、ジョナサン。どっか、ケロンパ。たまちゃんでしょうか。お、ち、メガネリスが生きる。まるちゃん、私頑張るよ。なんだこれ、ノア。ノアでいいじゃない。違ったね。問題です。手右野菜になった。うん。え、知らん。むずいよね。うるめいてる。なですって。問題です。むず。むずいな。むずいね。え、こんなん1月1日でいいの？え、3月3日じゃない。3月。問題です。盤上仕事が割れてしまった。MS ドスの問題が出た。わあ。ミラクルシステム。なにこれ。うわ、わかんない。日本？嘘でしょ。そうすると花輪くん見てもいいんじゃないの？見ないね。あ、マジ。ブー。ブー。ボーイングじゃん、プロレス。まずいブー。まずいぶまずいぶ早く早くええやだぶ。ああ、よかった、敵倒してよかった。ああ、よかったね。まずいぶ、わかんないぶ。むずいな、もうケンさんで、ブンさんでいいじゃない。いい、ブンさんでいい。ケンさんでした、ケンさん、ケンさん、ブンさん、オリエンテレビ。うん、なにこれ、まずいぶ。ラグーンだっけ。やだぶ。もう、信じよう。ブー太郎か、大丈夫。やったブー。いきなり難しくなってきたなぁ。ネオアンド事情むずいなぁ。古いな。そうね、古いね。だって今時ね、MS-DOS の問題を出す理由がないもん。ご存知 MS-DOS。 Windows さえ言わないかもしれないのにも。だって4文字のことだと同じ言葉。一瞬の判断。熟語と訳みたいな。うわー、時間が厳しいもんな、このゲーム。うん、そうね。同じのはどれ？まずいぶー。あ、そういうこと？まあ、そういうこと？同じのはどれ？じゃあ、もう、頑張って。お、早い。ちょー！同じのはどれ？迷っちゃダメだね。うっと思った。うん。まずいぶー。何も言わないよ、もう。同じのはどれ？脱線。同じのはどれ？まずいぶー、やだぶー。ある意味簡単。ある意味、これは兄ちゃん強そうね。まずいぶー、やだぶー。あれより全然、影よりは全然見える。まあまあ、ちらつきもしないからね。これでこれが見えんって言われたら困るけど。もう、ちょっと引退だよな。C だけ見えんとか言い始めたら、ね、G 読めてねえじゃねえかね。またこれか、友蔵にかけ続けていい？本当かい？じゃあどれにするんだよ。イーブ。え、ウブ太郎ないよ。ウブ太郎ないよ。それ多分みたいなないんや。うん、まるちゃん D じゃん。12時の方向です。やったー。おお。いきなり当たった。え、ここは何？2万点？2000点？2万点入ってどうする？終わり？ライフが1個増えるんじゃない？まさかの。どんなアニメーションが見れるんでしょうか。シワが増える。ああ。ああ、平和すぎた。うん。えらい汗かいて。事件があったんじゃないかな。問題です。ででん。まずいぶー。見えてる。しまったぶー。
カラスの問題です。意味がわからんかった。いやね、エイズなんだ。時代的にもうまだかと思った。もうキャンペーンガイル。なんでガイル言うたんや。問題です。ガイル。うん、ゾンビ。ハエなゾンビだけは。ゾンビ問題に強い。トロノン。文字の付け方だから間違いそうだったな。よいよ、頑張った。ハマジの顔がちょっと面白い。ちょっとじゃねえだろ。ステリーサークル。すげえ顔だよ。どんな顔だよ。なになに、経済化で5、4、3、9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 、
わからん。問題です。いや、わかるよ。スイスっぽいの。うん、オランダ。まあ、なんかヨーロッパっぽい。一人やったよな。タイムスローとかいいよね。ゆっくりか。意外といいかもね、タイムスロー。ただメガネから逃げられない。問題です。なれ知らんわ。他の多分ウルトラマンの成人だもん、ね、消去法だよ。消去法もちょっとできなかった。カップじゃねえ。チェアマン杯でした。え？問題です。一番ねえ気がしてたわ。副賞 3？ 3だ。え、3で当たった？うん、よかった。わからんかった。てっきり2番と思ってた。連服。連勝じゃないですか。副賞は3か5とか。揉めながら想像力へ続く。え、影が半分落ちてしまうから。え、問題に出てくる。ああ、意味がわからなかった。なんか、押してきたやつと同じ答えを下で探せばいい。違う影を見よう。これがあと、もう一個出すから。したら、はあ。うわー、これはむずいぞー。え、意味がわからん。角度も、あの、それが落ちたかで。ああ。で、それが角度が変わってるから、それそう。あ、はい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 。嘘、そう。これむずいね。これはもう。うん。これむずいね。これもう、タイムスロー。後半それしか言わなくなる。ピッチャーデニーみたいな。なんでそこ、なんでデニーそっちが落ちるんかい。むずいね。落ちるんだ。うわぁ。ねえ、めっちゃキラキラさせてる。ライオンはわかるわって感じやもんな。削れてる位置がすげえわかりにくいんだよ、これ。うん、いや、優秀。うん、正直時間すっげえもらわないと当てる自信ないよ、これ。やっぱりダメか。何が違うの？Bと Cの違いが分かんない。いや、いや、うん、微妙に違う。お、パンダだろうな。だから取り方が逆とか。これむず。これはちょっとお金なくなるやつやん、ゲーセン。そうね。ここに金出したけど。B、B、B か A。ああ、いいでした。か D。切り口が違うんか。そう、基本切り口の向きとか大きさが若干違うっぽいのは分かってきたけど、答えは出しきらん。頭おかしい。いいじゃね。いいじゃね。で、でっていうわ、今度は。ネズミじゃね。これはみんなやられていってる。これも C って思ったもん。これどうしようか。これ竹のとこだけ取れねえかな。また、ま、変に角度ついてんだよ。B あれこれ、ね、何が違う。逆さまやっぱ。って思っちゃったもん。逆さまにして見ないと本当ダメなんだろうね。これ無理だよ。脳の、あの回転力で計算したらもう無理だもん。これもう運だ。運だよこれ。
わかんねえもん。うん、わかんねえ。くっつけてみよう。これむずいな、これ。あれ？俺をDと思ったんだけど。くっつけてみよう。うわー、これDじゃねえのかよ。微妙に書くと違うんだろうね、削り方の。まあ、ハットンは右に寝ながらやって、兄ちゃんは逆さま立ちしながらで、俺は左に寝ながらやればかるんだよ。そういうこと、そういうことだよね。回転しながら、首と首をガキガキ回しながらやらないと思う。あ、ガムーと。B っしょ、これ。B は違うやろ。B は違うやろ。いやいや、B でいいと思う。全然わかんない。もう違う話しながら、あの、適当してる方がいいんじゃないかな。そうそうそう、もうそうだね。いや、なんか違う話しようでも。ちょっと今回用意したソフトは他になんかあったの？あ、当たってんじゃねえか。くっつけてみよう。おー、もう真っ二つしてくんねえかな。お、ペンギンくん、お、真っ二つやで。チャンスやで。うん。あれ？全部じゃない。終わったー。終わったー。ペンギンかい。これはペンギンくん王子やもん、予想通り。むずいわ。よっぽどあの、家計の状態で動物立てるのが考えられた。クイズうんのんじゃねえもん。クイズじゃねえな。脳トレや、脳トレ。うん、脳トレやったね、完全に。うわぁおっと、まさかのレディーバグ。パックマンみたいな。ディーディーディリピティーディーディーディリピティー。メダルを取るんだ、メダルを。はよはよ欲張るか。そう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 。ああ、あれ奥行ったら間に合わないよね絶対。うん、もうもう出なさいよ。入力がねちょっと厳しい。おもろいな。ちょっとおもろかったな今ね。レスポンスよかったな。全く関係ないけど。そうね。ああ。これは片方だけがピン芸人になるコンビですね。これ、花枠選んでたらセリフ変わんのかな。僕が出てるからになってるのかな。これ全キャラやらないと変わる。お、実は実はキャラ固定で進めないと。でもお母さん出る、あ、いやでも違ったから違うんじゃない。いますね。うん、さすがに問題です。やばい、最後は11問。石むずいじゃん。あれ、ガタンパレ。問題ですか。タイムスローにしてないから。パスポート。よかった。問題です。さすがにかぶと。危険。シャドギア。おしゃれ。問題です。あれおかしいよ。テンションプリー注意。問題です。声がすごい。ちょっと美人に見える。あら、恋ですね。ブーメラン。風目視力って言ってくれれば問題です。サービス問題になっちゃうからな。え？10メートルか10。いや、わからん。女の子チームに行こう。結構女の子チーム。誰だ。映画だもん、知らねえ。映画、あーあ、押したよ、わあ、もう。問題です。広島課長の。うん、いいのだよ。問題です。いいのだよ。いいの。はえなぁ。氷の美女はえなぁ。エロいのはえなぁ。シャドーラン。あ、あら、なんか押してなかったけど押したことない。やったぁ。おめぇ。おめでたい。うん。A ボタン連打一番いいよね、シーズン。違う。あ、ついに星。これ最後届くか。うん、なんかんやな。星4つです。絵を覚えて、写メ撮っとけよ。
時代の どうせタイムオーバーだよ。時代の変化。よーく見て。文明の利器を。はーい。うん、意外とこの辺、この辺欲しいわ。覚えたかな？うん。覚えたかな？お二人。頑張って。やったー！おー。すげー。優秀問題としてはやりたくないけど。ちょっと5月3日にかけたいな。はい、怪しいな。5月3日。あ、そうなんだ。覚えたかな？覚えたかな。やったすげえ。なんか特徴なかったもん、ね、すげえ。あら、あ、さっきの問題やつ、ブーとハテナかな。なんかそのブーハテナ、あの浜田何なの。サルサルサル。覚えたかな。覚えたかな。お、うわっ、おむず。やったー、よかったー。よく見て。あ、クジラが超気になる。もうこれ兄ちゃんのあれにかけよ。クマの子っていたかくれんぼ。覚えたかな。しまった。もう木の枝でいいんじゃない。おーい、本。いや、食い物じゃなかったな、もう。分かってる。あと本、多分本読むしかないやな。読み聞かせよった。そうやったんや。てっきりもうそういう文明がないと。そうなんだよ。マルコが本を持ってると言わないとダメなんだね。いや、言わないでいいやん。これ、友蔵？もういいや。もう。もう当たらんで。どれが、じゃあどれよ。ていうか、1って出てるから2箇所書けるんじゃない。あ、そういうことやね。うん。1個いいよ、好きな子、うん、いいよ、早く。じゃあもう女の子2人でいいじゃん。玉ねぎ、玉ちゃんと玉ねぎでいいじゃん。まるちゃんとか玉ちゃん。あー、ほら玉ねぎ、玉ねぎやんけ。玉ちゃんやった、玉ちゃんやった、そっちの玉ちゃんやった。そう、俺も間違えた、あーと思ったね。あ、そっちの玉ちゃんって。さて、これバッドエンド会えねえやつやね。肌が白くなってんな。確かに、うん、人種差別言うから、うん、ああ、見越したね。多いな、まだマックスじゃねえな。違う、わからん。ノーベル問題です。もうバンダか、しまった。あ、おお、何これ、何キャスケットだ。もう青のせいで俺くったら何も見れんかった今。悲しい、悲しい、まんまやんけ。ちょっと意外でしたね。まんまやんけ。カラシナって青少納言問題です。ああ、そういう、そういうあれ。いや、そう、そういうあれじゃないって。切実。他の知らねえわ。あ、違うですね。無理やり切って読んでるだけかも。そうそうそう、お、強いな。注射強いな。ゾンビと注射強い。ミッキーロボ。ミッキーの。急に丸ちゃん問題来るんやな。杉山君からハマージ。一人だけ来るんじゃねえ。一人だけ呼び捨てかい。あれ、警察通かな。一番バトルっぽい。銃持って撃つもん。うん。いつの、トヨエツとかでいいの。トヨエツや。問題です。何、白押したいんや。なんだ、なんだ。C かな。待ちかねた、ほいだ。銃じゃね。5文字5文字で銃かと思ったもん。問題です。なんや、何だ、文学じゃないさそうだね。うん、物理か。
体です。日本は釣りしか取れないイメージが。まあ。最初の多いな。あれは10メートル以下のやつじゃねえか。ああ。そうだね。そればっかり出してくるやろな。去年見とってよかったわ。近い。今。わかってちゃうんだよな。うん。しんみりしたな。ね、エンディング向かってるのにちょっとしんみりしたね。まあもうラス問題じゃなくてよかった。さあ、不思議音。まあまあ、もう見ながら理解していこうっていうな。指定された単語探しは梅右下斜めありなんかな。縦横だけだったっけ。よかったー。縦横だけ斜めなし。はいはい、むずいね。普通にむずいね。1、2、3、4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 
あんま似てねえな、今の。これ、えらい雑な絵やな、これ。なんかこう、昔のパソコンで、マウスで描いたような絵が。マリオペイントで描いたような絵が。素人がペイントで描いたまま、うまいって言われるレベルの。SDOSで描いたの、作ったの。ああ。たまに。マックさえあれば。マックで、いい絵だな。多いな。ハマジ多いな。ハマジすげえ多い。これ、この絵欲しいな。使いそうだな。うん、ああ、それ、ちびまる子ちゃんなりやねんすかって言われる。よし、とんな、お前。本当プロの絵じゃん。